さあこれからユンボー自体が弾丸となってあそこのオルディン橋にぶち当てるんですけれども、悠々自適にオオトカゲが山頂を闊歩している。そのままユンボーをぶち当てることが可能なのでは。まあしかし今はオルディン橋か。こいつ出てこなければセットで、あとはクイクイクイっと動かしてオルディン橋にユンボーをアタック。やったか。やったーコロー、僕らってやればできるコロー。ダルケルの守りすごいでしょ。よーし、この先も僕が玉になるコロよ。さあ橋を渡るコロよ。ありがとうユンボ、ありがとう。よし、僕たちも乗り込むか。1、2、3、4、5、6、7、8。バルッタさんもでかかったけれども、このオオトカゲでかい。真珠バルーダニア。やばいユンボー、めちゃくちゃ偵察機が出てきた。アッシマーが出てきた。インデペンデンスデーみたいなことになってきた。あわ、いつもあの偵察機が厄介ころよ。あれに見つかるとルーダニアが暴れてデスマウンテンを噴火させるころ。僕いつもすぐ見つかっちゃって何度も火山弾を降らしちゃうころ。組長なら火山弾を振り払って強引に行くけど、君が食らうと1コロコロ。迷惑かけたくないし、止まるか進むか僕に合図を出してほしい頃。じゃあその合図を決める頃、何かいい方法ある頃、ウィンクで、口笛で、テレパシーで、ウィンクで。ウィンク？おい、ウィンクなんて離れてたら見えない頃よ。正論。もっといい方法考える頃。はい、じゃあその合図を決める頃、口笛かな。いや、テレパシーか。わお、テレパシー。最近のハイリア人はテレパシー使える頃？ん？まだかな。ちょっと何も感じない頃？じゃあその合図を決める頃。はいはい、口笛です。口笛？なるほど頃。君の口笛が聞こえたら僕は止まったり進んだりしたらいい頃ね。ちょっとお馬さんみたいであれだけど。じゃあ僕がミギャ？じゃあ僕が偵察機に見つからないよう口笛で合図よろしくコロ。よっしゃ任せろユンボ、行くか。あのアッシマに見つかっちゃダメなんでしょ。あ、まだアッシマたち見えないけど。そろそろいるな。やつ自身も結構でかいからな。待てよユンボ、まだ大丈夫ユンボ。まだ進めるよね。あ、やばいユンボ、やばい。ちょ待てユンボ、こっち来い。あれ、おちおち体力回復もしてられねえってか。そばが危ないぞ、縁に引っかかるぞ。ユンボ危ない、片腕入ってたユンボ。よし行こう。ユンボゴーユンボゴー。よしひとまずちょっと腹ごしらえします。何この偵察機はさ、ここで止まってるってことは僕たち迂回しなくちゃいけないの、境しなくちゃいけないの。ユンボ登ってこれるかい、こっち行けるかい、大丈夫かい。僕たちは登ってこれたけど破壊。こんな悠長なことしていていいのか。コアクゲット、ユンボ来れる。止まってゴー。あ、待てよ、しっかり回っておきました。あ、こっから岩落とすのか。いけ岩砕く。よし、デビルカッター。あ、いた。え、でも壊すことはできました。いいぞ。壊したからといって向こうさんが動きを止めたり火山弾を降らせてくることはないわけだ。ゴー。あれ、岩でつっかえてる。
メリーゴーランドじゃないから。えっちらおっちら、よし先に進もうぜ。まだまだいるからな先に。ん？これ古代兵器か。あ、大砲じゃないの。この大砲でユンボーいける？アタック仕掛けれる？入るユンボー。来た、よし反撃ののろしだ。当てればいいんでしょ？簡単ですよ。はい、起爆剤セット完了。ごっつんで、ここら辺でいかが？いったー。やったコロー。この調子でルーダニアを追い詰めるコロー。よし、あとに続くか。なんかね、食料とかないかな。焼け焦げたおにぎりみたいなのないかな。焦げがついたおにぎりとかないかな。さあまたまたこいつらをかいくぐらなければならないのだが、やっぱ破壊するのが一番手っ取り早いんだがな。こんな悠長なことしている場合なのか。いくぜユンボー、危ない。よし、オッケー、いいぞ、ぐんぐん進もう。無用な殺傷はなしだ。え、なにこいつ。いや、ちょ、ちゃんとこの偵察機がどこまで来るかを見計らっておかなくちゃいけない。そこが行き止まりだな。活動限界で、あとはちょこちょこんと進んで、ちょこんちょこちょこん。よし、ユンボーこっち、こっちユンボーこっち。よし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 。でこいつはかいくぐれる。ですぐさまどうすっかな。あとこいつなんだよな。あー、ユンボーユンボーユー。リンクさん単体でこの崖をしのぎつつ回避しつつ、でこっちの人をどうにかさぶっ倒せる方法があればいいんだが、どうだろう。さてどうだろう。いや、この先にもガシガシいるな。登れないか、登れるか。いや、上に行ってみよう。何かあるかもしれないぜ。打開策がよ。ないか。岩が落とせるってわけでもないしな。鉱石しかないか。火打ち石、火打ち石がたくさん手に入るってことは、なんか燃やせってこと。いや、弓矢でさ攻撃することはできるんですよね。ちょ、ただ硬いな。あ、え、これもしかしてマグネか。これマグネか。待てよ。だとするならば、こいつを引っ張り出して、ほーらほら、おこれ持って、全身全霊のこの鉄箱を叩き込む。ドカン。あー、しや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 し。これで難問一つクリア。問題はあそこの人なんだよな。立ち往生してないか？あの高さ届く鉄箱。届くといや、届かない。今もう大丈夫だよ。行こう一緒に。あいつだよな。そばに落ちてるものでどうにか。ん？そばに落ちてるものといや、これだ。いや、でもこれ鉄か、鉄か木か。いや、木はこんなところに存在できない。とするならば熱い熱い鉄板。この鉄板をどうする。鉄板を、あ、見えないようにする。なるほどな。しかし橋のように描けなければならない。橋のように描けなければならないのが、これでどうだ。いや、ダメ。あん、よしよし、防いでる防いでる、かなり防いでる。で、あとは B、 屋根になったし、琥珀飛ばず、よりどり緑。はい、よりすぐりの琥珀、ゴー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 。でこっちに登るべきか、それともまっすぐ。いや、まっすぐは行き止まり。よし、ユンボーゴールは近いと思うぜ。もうちょっと頑張ろう。あっちっち、ほんと。近づいてきたぜ。標的は、え？の！ちょ！いや、危ないな、もう君。ユンボーが固まってるから、軌道逸れてるから、そのせいで。武器を変えたかったのさ。これ、槍が使いやすくてたまらない。足蹴りなんか今更当たるかよ。あー、危ない危ない。よしよしよし。ちょんちょんつつくよ。もっとつつくよ。もっともっとつつくよ。でかいのは図体だけか。鉄のハンマー、鉄のハンマーは鉄のハンマーと取り替える決まりがありますので。
で、ユンボあるよ。ユンボが活躍できる場があるよ。起爆剤設置完了で、あとはやつにめがけていけ、ゴゴゴゴゴゴアタック。よし頑張った。ダルケルの守りがあれば全く痛くないコロ。さすがご先祖様コロ。この調子で弱らせれば中に入れるかもね。さあ、あと一息コロ。あと一回ぐらいか。よし、いける気がするぞ。眼前に偵察機2体、アッシマー2体、こいつをどうするべきか。ん？なんだ？太陽系みたいにぐるぐる回ってるのか？壮大な話になって、なんかいる。あれ何？あいつ何？なんかいる。とてつもなく壮大な話になってきたな。待て、ストップ。で、僕たちが乗り込む。まずはね、はい、乗り込んだその先に何か使えるものある。岩があるけど、これはやっぱマグネなのかな。いや、マグネじゃどうにもならない。ということは、もしかしてこれビタロックで、この距離だったら当てれんの、もしかして。いや、やってみる価値はあるっぽいよ。もっといく？もうちょっといく？念入りにすっ飛ばしてきましたが、どう？いけー！当たった！うー！よし、でも厄介なやつは倒したね。で、あとは止まってる人だけですから。この人どうしようかな。待てよ、これなんか爆弾が転がってますので起爆はしておこう。あ、やばい、飛んじゃった。なに？あ、これサファイア？やったぜ、サファイアだ。トパーズだぜ、トパーズだぜ、トパーズだぜ。バレないようにさ、砕いていこうよ。バレないようにね。あー、でもそこ中は取れない。これさ、器用に来れる？ユンボ、ユンボ器用に来れるかい？これはね、ちょっと隙間を縫って、よし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 、難所クリア。はあ、三兄弟がいるよ。ん？暗くなってきた。夜か。トカゲだった。びっくりした。足元カサカサしないで。3人います。ジェットストリームアタックを仕掛けてくるのか。また岩がある。岩があるけど、その位置は、ビタロックで止めたところで感満載だな。ユンボストップ、ストップ、ユンボストップ。僕たちがまず乗り込む。気流が乱れてるということは、結構飛べるってことだよね。飛ぶ。高い高い高い。いいよ。お、鉄箱発見。この鉄箱を使ってまずは一人消えてもらおうか。もう全身全霊の鉄箱あげ、あげていけ、あげていけ、当ててやる。いや、遠い。いけ。ゴツンゴツゴツゴツン。そっちも行くか、流れで行くか。あー、すり抜けちゃう。いいよ。で、あとはここの人なんだが、運搬をさ、こっちになんか念入りにめちゃくちゃあった。よし、暗い、アタック、すり抜ける、アタック。偵察機の倒し方が分かると幾分ものすごく楽だな。シャフトゲット。さあ、やつは近いぞ。うん、近い近い。ん、でも偵察、敵さんか。一体ぐらいか。腰掛けてやん、いや奥にいる。角が見えちゃった。デビルの角が見えちゃった。押しかけてやんの。2対1遍で来たの君たち。いやー、ちょっとさ、もうちょっと適度にさ。危ない、ラッシュ。いや、これ2対1遍に入るか、もしかしたら。ゴンゴン倒していくよ、とどめ。なんとか危なげなく倒せた。石のハンマー、鉄のハンマーもいらない。モリブンの角は持っておく。大砲がある。ん、看板があるよ。しかも9号目。はらららら、もうあっちっち。よし、ユンボセットで、僕たちも起爆剤で、あとはぶつけるだけだ。魂の一撃くら返しでやる。アタック。あれ、当たるかなこれ。よし、
Thank you.